十字架で勝利を取られた。イエス・キリストに栄光あれ。ビクトリー、ビクトリー、あなたの勝利。褒め歌捧げます、勝利の主を。よみがえられ勝利を取られた。主をあがめるとこしえまで。ビクトリー、ビクトリー、あなたの勝利。褒め歌捧げます、勝利の主を。ビクトリー、ビクトリー、ビクトリー、あなたの勝利。褒め歌捧げます、勝利の主を。ことを忠実に行っていきなさい。それが日々変わらない、そのような事柄であったとしても、あなたが小さなことに忠実な時、あなたがやがて大きな事柄を見るようになると主は仰います。このリバイバルに向けて、この巨大な教会へと、この教会の体制というのは、この主の御手によって整えられていくとしか言われます。この霊的な問題にしても、実際的な問題にしても、今起きている小さな問題を丁寧に対応していきなさいと主は言われます。さらにこの霊的な勝利を、また一つ一つの小さな事柄で、受けるときに、大きな事柄における勝利の原則も同じであるということを、あなた方は覚えておかなければなりません。あなた方は大きな事柄での勝利を見るようになるであろう。特にこの万の体制に向けて の、 この教会の組織体制の、この霊的な骨格、実際的な骨格作りが今なされているとしか言えます。奉仕者の方々は、一つ一つ起きてくる問題に関して無関心になってはならず、
この一つ一つ霊的な問題なのか人間的な失敗なのかをこの適切に主にあって判断し、この主に聞き従って対応していきなさいとしか言われます。さらにその中で私が立て上げる事柄があるとおっしゃいます。多くのこのいろいろなタイプの方々、いろいろな階層の方々を受け入れる教会として整えられているとしか言われます。思わぬ事柄から道が開かれ、またあの計画が広がり、また技がなされるという事柄をあなたとは至るところで見ていくであろうとおっしゃっています。それいえあなたとはこの自分の判断で先走った判断をすることなく、私の語る小さなことに一つ一つ忠実に歩んでいきなさい。このエルサレムの平和の祈るこの集いというのは主の御心があり、この集いはこの教団教派を宗派を超えてこのイスラエルに重荷を持っている方々がこの集まってくるようになるとしか言われます。さらに信仰の歩みを持って進めていきなさい。特に祈りの土台が重要であり、このエルサレムの平和のこの集いに関してこの御心を行うことができるように祈り込んでおきなさいとしか言われます。またその中にこの私の計画があるとおっしゃっています。またこの集いは非常に大きなものとなっていくので、このさらにお迎えする講師の方々においても国外からもお迎えするようになるようになるとおっしゃいます。ああ十字架私はあがなわれた。アレルヤ。
天の様、あなたの豊かな恵みを感謝します。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神恩師が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。